蛍光ー度計は分光高度計の一種で光を照射した時に資料から放出される蛍光を測定する装置である。蛍光ー度計の概略図装置の主要な部分は光源、解説格子、検出器、チョッパーなどによって構成される。資料に照射する冷気光の光源にはヒセノンランプが一般的に用いられる。水銀ランプ、アルカリハライドランプが用いられることもある。 解説合子は、特定の波長を得たり計測したりするために用いられる。傾向高度計では、霊気光に対するものと傾向に対するものとの二つの解説合子が用いられる。計測する波長を固定し、霊気光の波長を操作して得られるスペクトルを、霊気スペクトル、霊気光の波長を固定し、傾向の波長を操作しながら、計測して得られるスペクトルを傾向スペクトルという。 蛍光を測定するための検出器には、光電子増倍感が一般的に用いられる。光照射後、チョッパーによって一定時間だけ光を当てない時間を設けた後で測定することにより、輪光を測定することができる。測定対象がビタミン A やポルフィリンなど蛍光性物質である場合は直接測定可能であるが、そうでない場合は、 傾向ラベル化法などの方法で傾向性を持たせる必要がある。ありがとうございます。